後ろから見てすごいよね、なんか ついていけないんですよね運転に。ではですね、いよいよスティーブさんと土屋さんでお出かけしていただこうと思いますけど、すごい気合入ってますね土屋さんもうね、ちょっと実力見せてくださいよ。そうですよ、危ないから、危ないっつうの、これ危ない、まあ、濡れてますね。そりゃそうだよな、全部泣かしてくださいよもう日本人ね、二度と来たくないって言ってました。いやいやいや、でもこれであの多分全世界58万人以上見ますからね。なるほどね、はい、頑張ってよリスでやりましょう、はい、じゃあお願いします。行ってきます。土屋さん、よろしくお願いします。はい、最初は最初よWe'll be right back.
ちゃん滑って楽しかった。あちゃんどう後ろから見てて。後ろから素晴らしいよ。すんげえ。車があれできるなんてびっくり。あら、あらちゃん。あらえさんのですね、実はドライブテクニックもすごいなと思ったんです。あれのね、やんちゃな土屋さんの後ろに、あの距離でね、ずっといるっていうのを、あれはあれですごいですよね。あれはあれでやっぱ難しい。難しいですよね。自分ですごい飛ばすんで、あれってか、今日は濡れてるぞって。こいつが後ろから追いかけてくる。本当にそうだよ。俺を誰だと思って。必死ですよ、こっちも必死についていかないと。ついていけないんで。だってヒロキがさ、後ろから煽るから。こんなやつに後ろ危なくてたまんだよ。わかりました。じゃあ次はね、あっちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あちゃんは2位です。すごい、はい、乗ります。はい、わお。すごいな。今86ではあんなびっくりしました。早いですからね。はい、よろしくお願いします。ナイスシフトだね。来た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 来
わお、すごい。今度教えてくださいよ、その手紙を。あんな走りは。ありがとうございました。すごいことね。楽しい。動くない？後ろから見てすごいよね。なんか ついていけないんですよね。この運転に。こっちも滑りながら。煽るのこいつが。煽ってない。レース屋がなんだよみたいなこと。煽りがするの。レース屋と思ってる。同じ峠出身だなと思って。親近感がすごい。峠の走りや。峠のね。改めて。はい。どうでした土屋さんの運転する車に乗るっていうのは。もう一言で素晴らしい。もう最高すぎですね、本当に。もうすごい勉強になったというか、いつかそこまでじゃなくても少しでもできるようになればと思ってます。すごい経験でした。86がすごいでしょ。86がすごい。86のポテンシャルがもうですよね。で今時のああいう車に負けてないでしょ。そこなんですよね。80年代の車にもうなかなかこうねついていけないっていう。まあ頑張って、もうすごいドライバーで、でも30、40年前の車ですよね。すごいこの車はって思います。今風にアレンジしてる。これもあので、回転もすごいし、音も。あれは大体何千回転までは回してたんですか。これは今8500はいいですね。全然十分です。やっぱアメリカからわざわざ来てくれたんで、お二人に喜んでいただいて返してもらう。いや本当、でも喜ばせていただきました。大満足ですか、お二人。大満足していただけましたか。大満足、もうこれほど満足。じゃあぜひね、この番組のことも YouTube で紹介して。紹介させてください。もう素晴らしい、もう経験と素晴らしい方と、本当にね、あのドリキンをもう神様に会えて、ね、テリーさんと竹岡さんに会えてすごかったんだよね。素晴らしい。本当に夢のようなもう世界に入っているんで。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんチャンネル登録してあげてくださいね。すごいです。ありがとうございました。車のことならアヘッドモーターサービス。あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買い取り販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。